加工派様、大変です。曹操様やカーン様が国政を乱したトガで姉妹様に処刑されました。なんだって。曹操殿は確かに死体続きだったけど、いきなり処刑だなんて話が急すぎる。いや、それで洛陽に大きな混乱がないってことは、少々はみんな曹一族を見限ったってことなのか。二の覇権はいよいよ芝一族のものに。それだけではありません。曹操様に組みし謀反を企んだとして、加工元様にまで処罰が及んでおり。加工元殿が、あの人に非はなかったはずだ。この機に曹家と近い者を一掃する気なのか。いくらなんでも話が大きすぎ。いやいや、過激な芝氏殿ならそれもあり得る。これはいよいよやばいな。殿、今後は加工元殿に代わり私が諸府政党の指揮を取ることになりました。ああ聞いてるよ。加工元殿のことは残念です。どうか加工派殿は私と共に先行を立て、しばし殿たちの信を得られますよう。いや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 、そう簡単じゃないって。曹操殿の咎で加工元殿まで類が及んだんだ。そのうち俺の番だって。あと何人くらいだ。1人、2人、3人。ああ参ったな。まさか戦場の外で命の心配することになるなんて。おや、いとこが職の長妃の嫁になったって言ってたっけ。いやいやいや、それ頼るってのもなんだかな。大体職は父さんの敵だってのに。とはいえ他に当てもないしな。考えててもしょうがない。ダメでもともと職に行ってみるか。加工派が職に亡命したぞ。しばし殿は曹操のいとこ加工元を処分した。家柄を見て不穏分子と判断したようだ。それを見た加工派は次は自分の番だと思ったんだろう。兄上はやりすぎたのか。そうね、悲しいけれど。くっ、甘いな。しばし殿は当然の対応をしているぞ。曹操の件で一部の者は芝一族を三奪者と見る。ことを起こそうとする者も現れるかもしれない。目は出る前に潰しておくべきだ。それじゃ権力で押さえつけてた曹操と同じだろう。いや違う。しばし殿は曹操など問題にならぬほど有能だ。葬儀の命運は彼に握られていると言ってもいい。だからこそ資源殿のことを快く思っていない者は少なからずいる。だがそれは現時点でのこと。しばし殿の進化に周囲が気づくのはこれからだ。ためらうな。
お前も必死にしばし殿を支えろ。そうでなくては大切な兄を守れはしないぞ。それを言われるときついな。俺ももう少ししっかりしないとダメってことか。分かったなら行動で示して、これからのことを資源殿と相談しなくては。曹操を討ったことで芝一族が朝廷の権力を掌握しましたね。心よく思わぬものも当然出てくるでしょう。己の被災を恥じぬ人間のなんと多いことか。私の才能に嫉妬する輩たちと同じ類のものです。紹介殿、控えられよ。お前すぐ自分の話に持っていくのな。まずはそういった輩を黙らせる。その上で双方を廃し、双方殿を擁立すればいい。シオ、今の段階ではお前はまだ曹操から地位を奪い成り変わったに過ぎん。その上で新たな帝を擁立したいだと。状況だけを見ると董卓と何も変わらんな。お前の理想である曹操殿の擁立、皆が理解し納得できる形にできるのか。無論です。その思いがなければ曹操を切りません。ならばもう何も言うまい。シオ、やるからには貫き通せ。はっ。しょう。芝居殿、横領殿。いえ、横領が反乱を起こしたと聞きました。私のできることなら何でもいたします。ですから我が妻だけはどうか、どうか。かくわい、お前の忠心は疑いようもない。奥方の件は私が何とかしよう。おお、なんという慈悲深きお言葉。では私はこれで。かくわい、いつも以上に顔色が悪かったですね。あれの妻は横領の妹だ。血縁者として罪が及ぶと怯えるのは至極当然だろう。だからといって。少尉、これは情の問題ではない。奥方の除名が叶うかどうかは各愛の働き次第よ。父上、横領討伐の準備が整いました。将、お前は各愛に早く持ち場に着くよう伝え。はい、わかりました。今は同勢力で争っている時ではない。世を乱す逆賊。
ここは王領殿の子を彼を探し出し王領お探しの嘘ではないのか。父を説得。はい、やってみます。俺にしちゃ上出来だな。将よ、やればできるではないか。このまま王領殿に従っていいものか。私はどうすれば。後悔、何を迷っている。芝一族の力見せねばわからんか。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。皆イサオに追われ守備を忘れとる。仕方ない、わしらで守ろうか。なんという強さ。やはり芝居族には逆らえぬ。俺はもともと反乱なんて芝居殿に協力しようと。ここを五軍に奪われたら面倒だ。そう、兄上に後で何て言われるか。敵の援軍が来たのは仕方ない。やられる前に一気に城を攻め落とす。ほらよ、これで消えてくれよな。ここは兵器の出番だな。城門を破って一気に型をつけるぞ。やっと帰れるぜ。いつもながらお見事な武勇。策の出番がありませんな。敵将討ち取ったぜ。